ディープフライ級 56.7 キロリミット5分2ラウンドマッチです。黒いトランクスの中山陸斗、3月3日で18歳になりました。プロデビュー戦、お互いオーソドックススタイルです。オーディック青いスパッツ、キックを返していったのは龍馬です。31歳パラエストラ天馬、左のミドルキック、しかしロングリーチ、こうしてコンパスを生かしていくのが、さあ中山陸斗です。これプロ初戦なんですが、中村優作選手にお話を伺ってまいりましょう。ねえ、プレッシャーかけていきますね。ここにタックル、またスタックを合わせていくという体勢が龍馬です。これ逃したくないですね。頭にあるんで、はい、回られるわけ注意して、ね、で今のいいですね、うん、両足へのアプローチへと変わってまいります、はい、左に腕を刺して、これ脇を刺した状態の中山、はい、体勢を入れ替えています。ここから相手をケージに押しての打撃、膝などもこれ有効ではなりそうですね、はい、あ、頭の位置もすごいいいんで、はい、あの中山選手ですね。はい、ああ、ナイス。まあしっかりこれ胴体コントロールしてから倒した形になりましたね。はい、あ、これだいぶパウンドも届いてきそうです。右足を払ってさらに続けていきます。昨年8月15日アマチュアシュート、それから今年1月30日アマチュアファンクラス出場を経てプロデビュー、ここにやってきたのが中山です。だいぶしなやかに打ちますね、はい、うん、まあ、それでも立ち上がってこうして執念深く片足タックル、まあ、両足いきますかね、リューマン、ナイス、いいですね、まあ、シッティングの状態、ケージを背負う形になったのが今度は中山です。そこ回したいですね、はい、まあ、この体勢っていうのはどう見えますか。今まだちょっと、ここでしっかりバック回りきれて、はい、うん、立たせましたね。片足にこうやって左足絡めるようにしながら、もう一度倒そうという体勢が青いスパッツの龍馬です。倒していった、まあ、龍馬はプレリミナリーファイト出場、梅永海星戦がありましたが、その時は2ラウンド三角締めで勝利しています。あ、これも足フックしますね。どうですか、ここからバックコントロール確固たるものにという形になりそうですね、龍馬。あ、正解した、対応してますね、中山、はいはい、いいですね、うん、さらにここからパウンド、うん、その戦略は明らかです。1ラウンド残り2分を切りました。さあこうやってさらにパウンドの精度を上げていきたいですね、はい、ちょっと相手何もできない感じになりましたね。ちょっとこれ顔面の周りがら空きになってしまう状態、危険です。龍馬なんとか立ち上がると膝、中山が打ち込んでいきます。まあ、この体格差ありますもんね。技術に満足差がある感じですね、見てる限りで言うと、はい、うん、まあ、龍馬の方は必死に食らいついていこうというところ、はい、体勢見えますよね、はい、あ、これ、うん、腕抱えながら、はい、巻き込んで投げました、はい、まあ、だいぶ落ち着いてもいます。さらにこの先、あ、腕に絡んでいきますか。十字に切り替え、はい、腕十字の体勢、うん、残り時間1分を切っています。選択バサミ、選択バサミ、これでフィニッシュ、強いですね、デビュー戦ですよね。そうですね、強いです、強いです。プロデビュー戦、中山陸斗一本勝ちで決めています。まあ、これ嬉しい十字固めの体勢、はい、あるのかなという、ちょっと両足でこれ首を頭を挟んでいきましたね。そうですね、よく狙うパターンで、はい、ね、十字の振りして最後あれで、首絞めてしまうっていう。あ、さあ1ラウンド4分9秒でした。中山陸斗プロデビュー戦、
この地主から楽しみな選手が出てきましたね。そうですね、まあ、フライ級は 56.7 メートルリフト、こういう手足の長さっていうのも打撃で生かして、はいはい、その後グラウンドでも決めにしっかりと使ってましたね、はい、いやプレッシャーもすごいかけてあったし、あ、はい、良かったですね、素晴らしいです。龍馬は敗れました。まあ、龍馬の方は2015年アマチュアで直原成樹選手と対戦などもあった選手だったんですけれども、まあ、それをしっかりと1ラウンド足による締めですね、これ選択を決めて今安堵の表情にも見えます。まだ、あ、若いですもんね、18歳になった18歳、めっちゃ楽しみですねこれは。そうですね、まあ、神戸の総合格闘技道場リライアブルですから、はい、シュートで活躍の田中優選手だったり、はい、パイクラスの秋葉大輝選手、はい、先輩たちもずらりと揃っています。そんな中でさらに力をつけてきそうです。中山陸斗